中日ドラゴンズの井上二軍監督がこれでは一軍に推薦できないというふうに、まあ、かなり厳しく評価した選手について見ていきたいと思います。中地投手の今年の投球振り返っていきますと、6回自責点ゼロ、まあ、これが3月19日の試合オープン戦でですね、まあ、いい投球を見せて、立浪監督も、まあ、この投球ができればローテーションも十分あると、まあ、それぐらいの評価をしていました。ただ3月27日リリーフで2イニング投げて自責点ゼロ、四死球が2つ、そして4月4日ですね、3.2 イニング投げて自責点が5、まあ、これが2軍での投球になるわけなんですけれども、かなりの乱調となってしまいました。不調だったところからオープン戦で好投を見せてアピール、まあ、このままいくと2軍でしっかりと好投が続けば谷間を埋めるというような存在になっていくはずだったんですけれども、4月4日の試合で大乱調で、まあ、ちょっと昇格はまだ厳しいかなという感じになってしまいました。雨天での中止っていうのがちょっと繰り返しありまして、まあ、なかなか難しい調整ではあったと思うんですけれども、まあ、2軍であれば圧倒的な成績を残してほしいなというところで、まあ、ちょっと苦しんでいたという感じですね。井上監督はストライクとボールがはっきりしていた、中地いい感じですよと送り出せるような投球内容ではなかったかなと思うというようなコメントになっています。こうして苦しんでいる中地投手なんですけれども、元中日の大エースの吉見さんが、中地投手はこのままだと短命で終わる可能性があるというふうに提言していると、こちらについても見ていきたいと思います。3月19日オープン戦で好投した中地投手に対してこのようにコメントしています。フォークのように落ちるツーシームをよく使っていた、結果を出さないとならない立場なので使うのはいいのだけれども、あれはフォームを崩しやすい球種、大事なところでストレート勝負できれば長年ローテを守れる投手になる、でもツーシームに頼りすぎると短命で終わる可能性もあると、こうしたコメントになっています。中地投手自身もストレートよりもどちらかというと変化球の方が自信があるというふうに語っていて、まあ、こうしたツーシームなんかも、まあ、うまく使って抑えていくと、まあ、そういった投球をしていると、まあ、ただ吉見さんはフォームを崩しやすいし、まあ、軸となるストレートで、まあ、しっかりと攻められるようになっていかないといけないと、まあ、そういったコメントになっています。フォームを崩しやすいというコメントがあるんですけれども、まあ、中地投手ちょっと体が開きやすいとか、まあ、そのあたりで悩んでいて吉見さんに相談をしたと、そういったこともあったそうです。他にもピッチャーで言いますと、例えばチェンジアップっていうのはものすごく有効に効くけれども、チェンジアップばっかりを多投してしまうと、フォームがなかなか固まらないとか、ストレートの勢いが落ちてしまうとか、まあそういったところがあって、まあちょっと苦しむケースが多いとか、まあそういうふうにも言われていますけれども、やっぱり中地投手はコントロールをしっかり安定させる、そしてストレートで勝負できるようにする、なおかつまあフォームをしっかりと安定させていくとか、まあこうした軸となる部分をしっかりと固めて、やっぱり好不調の波っていうのがかなり激しいピッチャーなので、常に安定した投球ができるように期待したいと思います。以上です。